ひよりんごでーす。今日の動画は、今日はですね、キャンプ動画ということでですね、本日はふもとっぱらではなくて、富士見の丘オートキャンプ場というところに行ってきたいと思います。今日はどうやら富士山系ではなくて、夜景系らしいです。天気もね、なんか悪そうだったんですけど、ギリ行けそうな感じになってきたので、行きたいと思います。本日1月の18日、冬キャンだね。もう1月のキャンプはすごい寒いと思うんですけど、暖かくして行ってきたいと思います。中には超極暖と超極暖を履いて準備万端でございます。ということで、行っていきましょう。楽しみ。着きました。わー、すごい。どこだろう。こっち。ここはあれだよね、もう泊まる場所決まってんだよね、エリア、うん、着きました。私の区画は5番でこんな感じ。夜景が綺麗なんだろうね。でもちょっとどんな感じなんだろうね。明るいうちは分かんないね。大したことなさそうだな。まあ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 、こうしてこうしてこっちの景を見る感じですね。今日あんま寒くないかもね。あ、海じゃん。はい、お父さんと一緒に設営をしています。なんか最初は何していいかも分かんなかったんですけど、だんだんテントの組み立て方とかが分かってきたので、一緒にできるようになったのがちょっとでかいなと思いました。てか早く組み立てられるので。ただお父さんね、いろんなものをね、新しく導入されていて、また今回もね、新しいものが導入されていて、キャンプのテントがすごく広くなってました。ありがたいね。下がさら地でございます。キャンプのね、用品には終わりがないって言ってました。どんどん欲しいものが増えるって言ってたんですけど、本当その通りで、いろんなのがあるねって思いました。です。テントとなんかこういろんな椅子とかと、中はですね、ちょっとね広くなってた。電源が今回あるんですよ、キャンプ場に。なので電源で充電とかね、ジャグリーがなくてもできるっていう感じです。すごい、なんかいろいろまた増えてました。これもね、なんか新しく買った、何ですかこの前のやつ。新しく買った前のやつは何ですか。広くするやつ、フロントフラップっていうのが追加されてたので、すごいテントが広くなりました。じゃーん、こんな感じです。この中で今日は過ごしたりとかしたいと思います。でこちら電源なんですけど、開けるとこんな感じになっていて、これは持参したんですけど、こうやってこうテントまで続いていけます。なのでこれ借りるには2000円かかるみたいです、追加で。でも寒い方とかね、ヒーターとかは使えるのでいいと思う。よいしょ、いただきます。バイバイ。絶対美味しいじゃん。美味しい。北海道限定。終わった、設営が。もうね、寒くない。これ何？海なのしてた。うん、海だった。眩しい。見えてる？眩しくいい？うん、よし、ありがとう。お母さんが買ってくれました。ちょっとこれ何、これ、はいはい、お土産もらいました。お母さん、あ、これこれ、あ、かわいい、かわいい。え、こういうお土
店なの？雑貨と。めっちゃいいじゃんこれ。小銭入れ。小銭入れほら猫好きだから。かわいい。かわいい。このテイスト好き。この顔。いろんな色があって緑とかさ。なんで青にしてくれたの？ありがとう。これはさ、絶対大丈夫？絶対っていうか、まあ、この間やるやつね、前回ね、溶けたんだっけ？熱かったんだよ。でもあれ、あれよ、なんだっけ、焚き火を、焚き火を、ワークマン、ワークマンの防寒手袋。なんかこれは、あれダメだった、焚き火はしちゃいけなかったやつだったんです。夕顔、ありがとう。これあれ？誕生日の？誕生日の月？ちょっと見たい。ずっとね、欲しかったんです。誕生日の月の、なんだっけ、ランタン。で、オークションで見てたんだよね。やったー！嬉しい！うわー！私が生まれた1992年8月の、つけたない今だ。今日じゃ初付けじゃん。でも中古だから。928って書いてある。嬉しい。ありがとう。中古しかないよだって。30年前のやつだ。嬉しい。これありがとう。ずっと迷ってたんだよね。買うかね。この緑もいいね。これ。いいでしょ。嬉しい。ここらしいよ。めっちゃ嬉しい。これは嬉しい。自分でつけられるようにならないと。今だから教えてあげるよ。ありがとう。暗くなったら。もらっちゃった。嬉しい。ちょっと大切に、これ汚れたら嫌だから。やったー、かわいい。嬉しい。結構大きい。こんなもんか。嬉しい。ありがとう。お父さんはいつですか？63年。あ、12月はないんだよ。あ、63年モデル。すごい。赤もいいね。赤かっこいいよね。うん。それが一番人気なんだよ。赤が？へえ。でもないじゃん。緑しかなかった、生まれた月には。あと、シングルバーナーとダブルバーナーとさ。あ、そっか。シングルがいいんだよね。まあ、どっちも。これ、ダブルのが明るい。これシングルだよね。うん、シングルのがなんかいいじゃん。いいね。8月で赤もあんのかな、探せば。ないあ、ないんだ。なんだよ、なんだろう。記念のやつしか出ないんだよ。赤が、うん、なんで63年記念なの？63年はこれなの。全部緑はないんだけど。逆に、すごい。いいね、この色。これの進化版があれだから。そうだよね。だって20何年後この色いいね。いいよ、新しいやつ。それは普通のそういうそこで作ってるやつ。お土産がいっぱいもらっちゃった。嬉しい。今日のお昼ご飯はたこ焼きです。すごい、生地も作ってきてくれて、そしてたこ焼き器でたこをやります。楽しみ。すごい冷たい。なんかこう切るんだって。してこうやって、うん、切るのが大事らしい。お父さんがやりたいようにやってみ。まず、いや、俺全然経験者じゃない。溢れんばかり入れんの。最初は違う。あ、タコ入れたから。1回分しか持ってきてないから、2個ある。そんなにいらねえだろ。
これが足んなくなったらやばいなと思って、やっぱ足りんな。意外と食べれちゃう。そう、うん、あ、入れすぎた。え、入れすぎてないよ。え、ネギは最後いいの、いいの、いいの手で。うん、手じゃなきゃできねえな。ここ3個しかない。でも2回分あるんでしょ。タコがね、ある。ネギじゃないよ、そうね、うん、そしてデミ生姜。どうですか。デミ生姜いきます。はい、お願いします。トマトはあれですか。トマトはつまみです。つまみですか。頑張れ頑張れ頑張れ。一番嫌な役ですね。そうじゃんそうじゃん。頑張れ。よし、出しますね。ください。おいいね。そう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 、こういう感じだった。丸くなんないんだよ、こうしない。うまっ。うまいな。なんかこっち側を食べちゃう。なにこれ。うまい。見て。ちょっとやって。できないできない。うまそうじゃね。うまそうだよ、ほんと。入れた。ねえ、3つしかやってないじゃん。ねえ、3つしかやってないじゃん。ちょっと弱くしてください、火を。美味しそう、美味しそう。うまい？うまくない？うん、見てこっち側。うまい。うまいでしょ？これでもさ、うん、あれってさ、意外とできてるようでできてないんだって。まだだよ、全然。うん、こうやって、こうやってくる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 。これで食べよう。うん、いくよ。お父さんこっちでいいの？そして、あ、何だ？めっちゃ美味しそうね、見て。熱そうだよ、でも一気にいけるかな。いきます、いただきます。うん、もくもく、おいしい。あかい。うん、おいしい。めっちゃ美味しい。トイレに来ました。なんかね、結構仮設だけど中がめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗で、ウォシュレットはついてないですけど、なんか靴を脱いで入る感じ。中は全然綺麗だから問題ないです。便座もあったかかったです。寒い冬は助かるね。よいしょ。自動販売機もあります。コンポタとか
売ってる。ホットあるのいいね。こんな感じで歩いて、ここがね受付になってて、あとここにあのここで洗う、手洗い、違う、ここで食器などを洗えます。あ、ロックアイスも売ってるんだ。1キロ300円。あ、開かない。これあれか、言うんかな、言って開けてもらうの。え、洗濯機もある。あ、洗濯機もある。え、使っていいのかな、使っていいのかね。へえー、すごい。こんな感じになってて、洗剤もねついてますね。でも持ってきた方がいいかも。こんな感じで私たちは5番を借りたので、こここっちが富士山なんですけど、今日曇ってて見えないね。見えないです。夜景をね、でもちょっと楽しみにしているので、夜景が綺麗に見えるといいなと思います。はい、ご飯食べ終わって寒くなったので、あの電源がある場所なので、こうやってストーブを使ったりとか、なんかこたつみたいにして、ここにね、ここにもよいしょ、こういうのを置いて温まってます。でも今日ねそんなに寒くなくて、今ね 14.2 度です。5時ぐらいかな、4時ぐらいかなので、まあ耳はちょっと冷たくなるから、こう入れておくって感じで、あったかい、これがめっちゃあったかい。で、温まってます。ビールもね2本ほど飲んでいい感じにほろ酔いという形です。こんな感じ、すごいね、目視できないんですよ。だけどすごい夕日が綺麗。この夕日が沈めば、夜景がね綺麗に見えるっていう感じみたいです。早くここで寝たいゴロゴロ後ほどしたいと思います。夕日が沈みます。早いね、遅くなっちゃった。早い早かったね、うん、みんな早いんだなんか動物いそうだね。鹿とか。なんか音するんだけど。こっち？ああ。なんか音がする。虫？普通にこうやって結ぶじゃん、うん、じゃなくて、うん、こう結んだらもう一回入れてこう、なんだそれ、うん、できればさ、こう自分の方にコールマンって向けたくない、どういうこと、このコールマンって書いてあるじゃん、ここに、あ、こう、うん、それでもいいんだけど、うん、燃やすの、うん、こうやって、うん、燃やして、まんべんなく燃え出すから、うん、燃やしちゃって、燃やしちゃって、うんうん、燃えてないところに火があって、さあさあさ、先っぽとかさ、そうそうそう、まんべんなくなる燃えるように、そしたらもういいから、うん、燃やしたいだけ燃やして、どうやって落とすの、先っぽの方、そうそうそう、こうやって緩めて、うんね、ここに穴が開けんじゃん、うん、の穴を塞いで、うん、エアが漏れないように、うん、こうやって、うん、50回ぐらい固くなるように頑張って、
ですね。閉めるじゃん、うん、そしたらここを、うん、これこれ持って、うん、利き手で持って、うん、これを、うん、少し捨てて、これを、うん、少しガチャってそう、ビシュ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 って言うんですか。いった、まだ、まだもうちょっと、うん、うん、いいよ、じゃあつけて、怖い、つかない、もっと、もっと全開して、まだまだ、まだ、ま、待って、ちょっとやめて、それ、うん、いいよ、つけ、つけ、おお、ついた、もうつけ、全開全開、それでいいの、うん、そうするとさ、このジェネレーターってここのさ、ボンがさ、温まるとさ、うん、ボンが、ガソリンがガス化するからね、うん、最初はガソリンがただ燃えてるだけでブワーってなるんだけど、うんうん、ここが熱くなると、ここから上がってくるかっていうのがガスになって、うん、そしたらこれを熱いからガスが入ってポンチで開けもっと入る、うん、そしたらこれをうん、緩くなってやってるんだ、さっきより、うん、うん、閉まって、うん、で、OK、回してます。こんなに回しすぎる、うん、もうちょっと火を弱めなくていいの、うんうん、気温が下がってきたので焚き火をしています。結構風があってすごい寒い、だからこの焚き火の何火もさあっちに向いてると思うんですけど、でもね夜景がすごい綺麗なんですよ。見えるかなっていうか伝わるかな、もっとね夜になったら暗くなると思うんですけど、うん、ね、一望というか街を一望できる感じになってます。綺麗なんだけどね、見えてるかなみんなには。すごい綺麗です。星はねちょっとしか見えないな、曇りかな。でも一番帽子見つけた。ただいま時刻が何時ですか、今6時 5時55分、5.9 度です。風がちょっと冷たいけど、でもすごい綺麗。綺麗な夜景です。寒いのでブランケットとストーブとストーブを前に置いてます。暖かい。風がちょっと今日は冷たいです。テントの中にこもります。広い。夜景がちょっと見えます。正常です。あったかい。いいね。うん、何これ家じゃん。ほらこういう感じだよ。煮込みラーメンちゃんぽん風です。美味しそう。あったまる。いただきます。これがいいね、この。あ、めっちゃ。
そう。うん。うん。美味しい。あったまる。うん。伸びないんだね、この麺。伸びないようになってますよ。確かにもうちょっと煮込んでもいいかもね。うん、煮込むか。19時になりました。見える景色がこんな感じになります。なんかさ、夜景って目で見るとすっごいキラ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 ってしてるよね。なんでこの、なんだろう、キラキラキラってしてるんだろう。なんかチカチカチカみたいな。でも電気って別にチカチカしてないのにね。でもね、やっぱりさ、目で見るのとさ違うんだよなっていう感じはあるんだけど、伝わってますか？綺麗です。うん、あとね、星もね見える。曇りでね、星見えないかなと思ったんだけど、この辺は雲があるんだけど、もうちょっと上に行くと。いやもうさ、 iPhone に映…あ、見える？iPhone に映んないよ。こんな感じで星もチラッと見えて、すごいすごいってわけじゃないんだけど、でもなんか星も見えたし夜景も見えて、すごい素敵だなっていう感じです。ご飯もね食べたので、ちょっとチョコレートでも食べてゆっくりしようかなと思います。うちのテントはこちら、フロントフラップってやつを追加しているらしく、広くなります。前回より広くなりました。中がいいね。なんか外から見るとさ、綺麗。寒い。外がね 4.2 度で、中がねストーブを焚いてるので 11.6 度でした。はい、ということで歯磨きを終えて、着替えてもう寝ます。今ね9時ね50分ぐらいかな。うん、9時42分です。メイクもね落とします。なんかやっぱこういうのがね楽だから、服だけコットンとかおすすめです。なんかパックとか最初の時してたんですけど、もうしない。でもやっぱメイクを落とさないで寝るっていうのはね、ちょっと嫌だからさ、それだけは落としてメガネにして寝たいと思います。なんか今日さ8時に起きたんですけど、いつもさもうちょっと遅いわけです。だから眠い。10時寝はすごいよね。なんか今日調子いいな。飲める？わかる。わかる？うん。まだ早いんじゃない？その格好すんの。だって別にこれで移動してもいいでしょ。そうだ。お父さんいいの持って。終わり。うん？お父さんいいの持って。ただいまの時刻22時45分です。テントの中がちょうど今20度になりました。あったかい。そして外は 4.9 度ですね。寒い。やっぱストーブを焚いてるからね、あったかいです。全然見て、腕まくっちゃってる感じです。はい、
こちら見てください。私が大好きなラスクなんですけど、お母さんのお友達からいただいたので食べます。ラスク大好き。寝る前にもう一回歯磨き行かなきゃ。お父さん出すの遅かったから。しかもこれホワイトチョコかかってるやつだ。あ、一番おいしいやつだ。ほら見て、これ大好き。うん、これ一番おいしい。うん、全部食べます。ありがとう。はい、ということで今から眠りたいと思います。この寝袋に入ったんですけど、あの暑いんですよ。21度ぐらいあって、寒くなってきたら全部潜りたいと思います。ということで、おやすみなさい。トイレに起きました。外は 0.9 度、室内が 2.4 度でした。あ、1度になった。今ね、時間が6時。おはようございます。今から歯磨きに行くんですけど、富士山がめっちゃ綺麗で、メイクもねしてコンタクトも入れて、入れました着替えました。ということで、もうさ、キャンプってめっちゃ楽しいんですけど、やっぱ準備がね大変。あと片付けね、今日は2時間ぐらいでできるのかな、もうちょっとかかんないかなね。お父さんと協力してやりたいと思います。頑張るぞ。お湯が出るんですよ、ここだから最高って感じです。ふもとっからはさ、お湯出ないから寒かったお湯って大事です。積み終わりました。富士山何もなくなりました。ここにいたのに、さっきまで。また来ます。ありがとう。またね。あ、疲れた。パンパンに荷物が入ってます。ということで、今日はキャンプにまた来ました。寒さも全然大丈夫で、富士見の丘オートキャンプ場っていうとこだったんですけど、なんかできたばっかり、2020年にできて、まだね、すごい工事とかもされてる感じでした。でもいい感じでしたよ。あの、人があんまりいなくてすごい、ふもとっぱらとはまた違う良さがありました。ただやっぱりふもとっぱらの方が、なんだろう、売店とかがあるから楽しいかなとか、散策とかもできるから楽しいかなっていう感じはあったんですけど、夜景系は夜景系ですごい綺麗だったのでおすすめです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。富士山はね、もう隠れてしまいました